次のご質問は、めまいですね。めまいに真武湯がいいのか、ね、で、どんな人にも使っていいのかというご質問です。めまいは結構きます、患者さんが。そして耳鼻咽喉科で異常がないと言われているめまいが結構きます。その場合には、耳鼻咽喉科で異常がないわけですから簡単には治んないんですね。で、僕が結構出すのは、めまいの第一選択は苓桂朮甘湯です。で、苓桂朮甘湯で治んない時には、真武湯とか長湯散を使うことがあります。真武湯はある意味こうふわふわしためまいって言われてるんですけども、まあそれに限らずね、一つのヒントとして使ってください。長湯散のめまいはある程度の中高年以降の方のめまいが長湯散がいいことがあります。一方で半夏白玉蹄麻湯というのは神器剤ですから、朝鮮人参闘技が入ってなんとなく疲れてるね、でいつもめまいがしてる、めまいっぽいなんていう方は、気長に半年1年半夏白玉蹄麻湯を出してもらうといいことがあります。まあ煎じ薬では沢瀉湯とかあるんですけども、それはエキスではありません。ですから、まあ今申し上げた苓桂朮甘湯、真武湯、長湯散、そして気長に半夏白玉蹄麻湯、それらを単剤で出す場合によったら、単剤で出した上で頓服で苓桂朮甘湯を加える、またはその後に併用して試してみる、そんなことがいいかと思います。で、大切なことは4週間でね、治そうと思うとなかなかいい薬は見つかりません。4週間で少しでもいいもの、それを探すんですね。で、今の医学で治んないものが少しでも良ければ、それはそれでハッピーなんです。そのハッピーな薬を三月半年1年使ってもらえると、結構患者さんは満足してくれると思っています。で、めまいといっても、実際も意識がなくなって倒れるようなめまいね、これはもう耳鼻咽喉科の出番なので、漢方で頑張れるめまいは基本自分では倒れない、ね、怪我をしない、意識消失をしない、そして耳鼻咽喉科では問題ないと言われている、そんなめまいにはもうぜひ、漢方薬で、対応してみてください。